練習を公開し、取材に応じた内村写真を拡大。体操男子で世界選手権、10から11月、カタールドーハの代表に決まっている内村航平、29リンガーハットが28日、東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで練習を公開した。学生アメリカンフットボールの日大悪質タックル問題が列島を騒がせる。中、体操界のキングは自らが考えるフェアプレーについて口を開いた。勝ち負け関係なく、点数も関係なく、どんな選手に対しても、やった演技に対して素晴らしいと思えること、と体操における。フェアプレーを定義し、終わった後のハイタッチとか自分のチームじゃなくてもやったりするし、しない選手っていない。